皆さん、今日も配信来てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、高評価、まだの方いればぜひよろしくお願いします。いいぜ、かかってきな。ちょっと急に黙り込んでどうすっ。あどうやら俺の招待状は届いたようだな。この前の雪辱晴らさせてもらうぜ、ボーイフレンド。とある曇りの日、腕こきのラッパーがいるという噂をボーイフレンドとガールフレンドが聞きつけ、血の神はじめの配信スタジオに挑戦を挑みにやってきた。ここね、血の神はじめっていうラッパーがいるスタジオは。皆さん、今日も配信来てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、高評価、まだの方いればぜひよろしくお願いします。ん？なんか部屋から声が聞こえるわね。失礼するわよ。わあ、びっくりした。だってめえ、その面、その頭身、見間違えるわけがねえ。てめえ BF だろ。どうしてここが分かったんだ。ふん、いいぜ、かかってきな。腹が立つぐらいうめえ。ねえ、さっきからあなたはボーイフレンドに会ってからずっと怒ってるわよね。私たち何か悪いことしたかしら。はあ？あんたらマジで俺のこと覚えてねえのかよ。まず会ったことないよな。ちょっと急に黙り込んでどうすっ。あー
俺はここまで来たってのによ。いいぜ、この曲で思い出させてやるよ。どうだ、思い出したか。思い出せそうな。ああ、わかったわかったわかったよ。あれはおめえと初めて戦った時、とある大会で俺たちはバトルしてた。でもな、俺は今でも昨日のことのように思い出せるぜ。てめえら二人が嬉しそうにハイタッチしてたのをな。あん時の屈辱は今でも忘れられねえぜ。でもまさか忘れられてるとはな。余計にムカついてきたぜ。今度こそ確実に潰してやる。さあ構えろ。3、2、1、ダウン。
Here we go. ある日、ボーイフレンドのもとに一通の招待状が届きました。どうやら俺の招待状は届いたようだな。この前の雪辱晴らさせてもらうぜ、ボーイフレンド。この前はあんたの土俵に合わせてラップバトルしちゃったんだ。次は俺の土俵で戦わせてもらうぞ。Yeah.
3, 2, 1, go!
back, 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 back,